チャイナ経済ガチカウントダウンということでね、今日もお届けしたいんですが、まあ毎日毎日ね、よくもまあこんなに出るなっていうぐらいニュース出ます。びっくりです。でその一つ一つがね、ガチカウントダウン。わかります？ガチカウントダウン。もうゼロまでカウント終わったんだよ。終わったんだけど、そっからマイナスへのこの地獄のカウントダウンね、人呼んでガチカウントダウンですけど、もうすべてのニュースがガチカウントダウン。やべえなこれみたいなね、そういう話です。まあ今日はあの闇鍋ジャーナルね、朝出させてもらってね、須田さんとね、バブル崩壊の頃のね、この悲惨な話をしましたけれども、本当にね、なんていうの、走馬灯のようあの時の思いがね、あの時見たものがね、今チャイナでこうなんか再現ドラマを見るかのようにね、こうどんどん再現されているということでございます。でまず今日一つ目のニュースね、これブルームバーグです。中国の製造業活動、8月は5ヶ月連続縮小、具体的な景気対策の声ということで、と5ヶ月もしぼんどるんかいということです。中国の製造業活動は8月に5ヶ月連続の縮小を示した。習近平指導部による具体的な景気テコ入れ策を求める声が広がっているということです。製造業購買担当者指数、通称 PMI ってやつありますよね。これ50が一応ね、景気判断の分かれ目なんですよ。50より上だと、まあ割と強気。50下回ると弱気なんですけど、今月はですね、8月ね、49.7 ということで、まあ7月の 49.3 からは小幅に改善したんですけれども、まあ50を超えることができなかったということです。で、ブルームバーグの予想はね、49.2 だったんで、まあ思ったよりは良かったんですが、まあ厳しいかなと。で、建設業とサービス業を対象とする非製造 PMI は51でですね、まあ過労死で50超えたんですけれども、7月はなんとこれ 51.5 だったんですよ。なので悪化しているということで、これ結構きついんじゃないかなと。でね、まあこの記事も曰くね、ロックダウンやめて奇跡の復活みたいな感じでね、一部の欧米のエコノミストは盛り上がっていたわけですよ、チャイナ経済についてはね。まあ見事にその予想外れまして、この記事にもですね、1から3月期に持ち直したが、その後は息切れと、長引く不動産市況の低迷が足かせとなっている。中国の製造業はこの数ヶ月間、外需の伸び悩みや国内消費の不振による影響を受けているということです。でさらにですね、国家統計局の張慶華氏はですね、まあ発表文の中でこういう風に言ったそうです。中国企業にとって市場の需要不足がなお主要問題であることが示されている。製造業の回復に向けた基礎をさらに固める必要があるということなんですが、ちょっと待って、これ前半はわかりますよ。中国企業にとって市場の需要不足がなお主要問題であることが示される。そうだね、需要不足なんだね、需要が足らないんだね、うん、わかったと。需要が足らないんだったらさ、需要喚起策っていうのをね、通常はね、これもうマクロ経済政策の基本中の基本ですよ。いわゆる景気テコ入れ策ですよ。これやらなきゃいけないんですが、後段部分、製造業の回復に向け、基礎をさらに固める必要があるということで。精神論？精神論？なあ。まさかの精神論？すげえなぁと。いや、これちょっとやべえんじゃねえかなと思いますね。